メリークリスマス。木原のねりです。坂井かな子です。見てくださいよこれ、ね、可愛いでしょ。なんかもう兄弟みたいになっちゃった ね、 ね、双子みたいなだったね。もうちょっと今日のイベントドキドキだね。もう今直前です。もうすぐ始まります。どうしよう、まだ5分、10分。可愛い、ちょうどね、思った以上に広くてお客さんも近くてね、なんかすごいライブハウスっぽい感じがすごいして、ね、歌うのがちょっと楽しみです。すごい楽しくなってきました。精一杯なんか盛り上がって間違いないように頑張っていきたいと思います。頑張ります。もうすぐ始まった。大きな拍手のお迎えください。こんにちは。いっぱいだよ、すごいね。はい、北条英雄の千原みのりです。今日はよろしくお願いします。ラブドルでは藤沢瑠璃役を演じさせていただきました坂井かな子です。よろしくお願いします。今日はクリスマスイブイブということで、はいはい、クリスマスの思い出なんかをちょっと聞いてみたいと思うんですけど、千原さんは。私ですか、はい、クリスマスの思い出と言ったらですね、クリスマスは基本的にいつも家族でこう過ごすタイプでした、はい、タイプというか、はい、なのでお家でクリスマスツリーを出して家族みんなで用意して、はい、お母さんが作った美味しい料理を食べて、はい、というほかほかの思い出が。でも一人暮らしを始めてからもうめっきり毎年一人ぼっちの寂しいクリスマス、ね、お仕事があるじゃないですか、こうやってね。そうですね、みんなファンの皆さんいてくれるということでね、はい、それが一番です、はい、なんかプレゼントやなんかって思い出ありますか。プレゼント、はい、あープレゼントは毎年もらってました。もらってましたよ。サンタさんにお手紙を書いて、それ通りのものが来てましたよ。素敵な、はい、ご両親ね。どうなの。今確実に坂井かな子さんの中では、はい、なんかちょっとね、うちツリー出したことないです、一回も。クリスマスツリー、あ、本当に、はい、家にツリーがあるっていうのがすごい不思議な感じが、本当しますよ。じゃあ坂井さんはクリスマスの思い出っていうのは。クリスマスは一番覚えてるとき一番印象的なのは去年のクリスマスで、はい、去年事務所の先輩と一緒にクリスマスパーティーを開きました。素敵。あの本当に特別です、クリスマスっていうのが。やったことがないことだったので。今日もね、はい、このサンタさんの格好してね、ね、嬉しい、はい、かわいい、嬉しいね。どっから声が出てる。そういえば誕生日ってあの話違いますけど近いんですよね。そうだ、一週はちょうど一週だよね。そうなんですけど一週すみません、入っていけませんでした。はい、でもあの、はい、お互い誕生日ライブをやって、そうですよね、そう、はい、でクリスマスパーティーじゃない、お誕生日パーティーを ね一緒にやろうって約束をしています。誕生日パーティー一緒にやろうって、うん、もう12月ですけど。いいんです。いいですか。これからするんです。この後するんですか、うん、はい、あのアフレコは、はい、NG 対象とかどうだったんですか、そのあたりは。 NG 対象したくない話だな。なんだNG 対象、 NG ね、誰もしなかった一回も。お、いや分かってる、私だよ一番多かったの。すいませんでした、本当のこと申し訳ない。後半なんか全然 NG も出さずになんか頑張ってたじゃないですか。後半になるにつれて自然にルリちゃんやればいいって感じてきたんですけど、前半はなんかその一言一言気張りすぎてたのかなっていうのを最近よく感じます。そう、あのアフレコの最後の方で、あれです、あの音響監督さんの海老名さんとお話をしてた時に、最近坂井かな子ちゃんはねすごくナチュラルにルリちゃん演じるようになったって言ってたよ。本当、うん、ちょっと嬉しいでしょ、言ってた。うん、ハーレコやってる間に知りたかった。まあ一応ね、ラブドの中では印象に残る話とか千原さんありますか。あー、いっぱいありますね。でもやっぱり一番印象に残ってるのって言ったら、ひながね、はいはい、だんだんこうどんどんこう成長してきて、はい、一人でねこうライブのチケットをさばくためにこうビラ配りをね街に出てやってたっていう回っていうかシーンはすごく印象に残ってるんですけど、それよりも最後の方になっていくにつれ、なんで電子レンジが爆発するんだろうっていうのばっかり気になって、だってあれコンセントに入ってないですよ、あの電子レンジ。そうね、コンセントに繋がってなくて持ってるだけなのに爆発するっていう。いや、あれずっと見てましたよ、はい、でもやっぱほら爆発させてるご本人がやっぱり演じてるリアリティありますよね、はい。ね、エンディングのラブラブラブの聖なるは歌ってみていかがでしたでしょうか。おお
かんないこの反応。ものすごくアイドル気分になりました。アイドル気分になった、うん、だってラブドラのメンバーみんな可愛いんだもん。でお衣装もみんな可愛かったし、はいはいはい、もうみんなにキュンキュンして大変でした。あの日はみんなにキュンキュン、はい、もう振り付けでバンバンってやるときに私一番右端だったんですけど、うんうん、6人の子手が揃ってるのが見えるんですよ。それがすごい感動的で、そかそかこっちの方だったんだ。そう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 、あ、私たちアイドルってここの瞬間に思うんです。こっち見えるバンバンハッって思ってる。そうですか。他にもキャラソンね、うん、あのそれぞれ歌っていただいてますけど、はい、曲はいかがでした？千原さんキャンディービター&スイートという歌ですけど、うん、あ、そうですね、ひなちゃんらしいなんかこうゆったりとしたなんか聴いてて気持ちが良くなるような曲なんですけれども、うん、この時期にすごく合う曲だよね。あ、キャンディー、うん、あ、本当？すごい、それこそ聖夜の夜に、あれ聖夜の夜にって夜に変えててきてますよね。聖夜の夜、聖夜に聖夜に聞きたい、はい、はい、曲って感じでした、はい、ありがとう。うん、ツッコみづらいな、本当にツッコみづらいって言われた。ひどいね、はい、すっごく楽しいです今。そうですか、はい、はい、その酒井さんはね、はい、純情歌ラルラルンという曲、はい、いかがですか？もうラルラルンですよ、ラルラルン、はい、大好き私、ありがとう。歌うのも楽しいし、うん、もうなんて言うんでしょう、ラルラルンな気持ちになる曲です。どんな気持ちを表現してみてください。ラルラルンの気持ちは、表現、表現なんかこうほらラルラルンだよ。ねえ、じゃあ、うん、ラブトルロブトルといえばこの曲なしではねえ、そうね、はい、語れませんということで、最後に、はい、ラブトルのエンディング曲になっていますこの曲を2人で歌いますので、皆さん立って盛り上がってください。ラブラブラブのステイだよ、イエー決めた、ラブラブラブが見えちゃった、あなたの中に見えちゃった、突然なので恋の中断、バンバン感じてるわ、微熱気分、運命なんです、これから歌もあるし、もうすっごく緊張していたんですが、やっぱりあっという間でした。でもすごい楽しかったです。素敵なクリスマスを一緒に過ごせてよかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。クリスマスパーティーどうしようかなって思ってたんですけれども、皆さんとこんなに素敵なパーティーを楽しめたので、もうクリスマスはいいかなっていう感じで、もうそれくらい楽しかったです。本当にあのラブドーのこともね、今後もいろいろ出ていきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。本当楽しかった、かなちゃんと一緒に今日2人でいろいろできて、今日すごく楽しみにしてたんです。そうなんですよ、ずっとみのりんとイベントで、はい、サンタさん来たいな、みのりん来たら可愛いだろうなとかずっと考えてたので、そう、今日も私かなちゃんのこの衣装を着たのがねすごい見たくて、すごいもう満足です、全てにおいて満足です。みんなどうだ、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に素敵なイベント、ありがとうございます、ありがとうございます。ラブドルのイベントクリスマスパーティーがたった今終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、汗びっちょりになったね、かなちゃん。もう大変だった。でもね、それぐらい楽しかった。うん、楽しかったし、なんかやっぱり生ならでは
のハプニングが多々あったんですけど、 それがまたなんかこう気持ちをさらに盛り上げてくれて、ね、みんなもすごいね、サイリウムも綺麗だったし、非常に盛り上がってくれてよかった ね楽しんでもらえたかな。素敵なクリスマスになりました。本当に、ね、生ラルラルーも聞けて千原的には大満足です。もう本当に聞きたくて、ね、もうありがとう。日頃すごい元気もらってるの。キャンディーも教えてたから、ありがとう、うんうん楽しかった。さらに2人の愛が深まった感じで、はい、素敵なクリスマスの夜を過ごすことができましたね、うん、というわけで、はい、これからはここからは私たちの秘密の夜が始まるんで、はい、ちょっと、はい、もうちょっと、うん、みんなはバイバイかな、うん、ごめんね。じゃあ秘密の夜楽しんでくるね。